チェレスタは、対名楽器に分類される、鍵盤楽器の一つ。パリの楽器製作家、オギュスト・ミュステルが発明し、1886年に特許を得た。チェレスタの内部。フェルトで巻かれたハンマーが金属板を叩くことで、音が鳴る。小型のアップライトピアノのような形態の楽器で、フェルト巻きのハンマーにより、共鳴箱付きの金属音板を叩いて、 高音域を発生させる楽器。この鍵盤により、鍵盤楽器に分類される。同様の構造をした楽器で、鍵盤付きグロッケンシュピールと呼ばれる楽器があり、こちらの方が、歴史は、ずっと古く、モーツァルトが、魔キで使用した例が広く知られているが、ハンマーに、真鍮や、造毛などを使ったチェレスタの音は、より柔らかく、鍵盤付きグロッケンシュピールは、 きらびやかな音であるため、相互に代用すると間違ったことになってしまう。音域は、ピアノの中央波から上へ4オクターブが、従来の標準であった。高音を担当する楽器であり、そのままでは、河川やオクターブ記号を頻繁に使わなくてはならなく、なるため、1オクターブ高い音が出る異調楽器として寄付される。しかしアルバンベルクがその作品、 ポチェックで誤って5オクターブの楽器と勘違いして使用したことから従来の4オクターブよりも音域を広げて制作するメーカーも開発者のミュステルを含めて出始めた現在では5オクターブや5オクターブ半の大幹を持つ楽器が完全に主流になっている5オクターブの場合にはピアノの中央派よりすぐ下のファからピアノの最高音の度よりすぐ上のファまでの大幹となり 5オクターブファンの場合には、それよりも低い度まで出ることになる。これらを使用する作品においては、寄付が誤りでないことを表明するために、5オクターブのチェレスタなどと、スコアに正し書きされる。チェレスタのソロのための作品はいまだに少ないが、この楽器のみで、即興演奏をする、森緑のようなアーティストも存在する。ロバート W マンのチェレスタとピッコロのための作品など、 彼が使うチェレスタの楽器法は現在でも評判が高い。ボグスワフ・シェフフェルは最近になってチェレスタと室内オーケストラのための競争曲を書いた。チェレスタは今日ではシュトゥットガルトの楽器メーカーシートマイヤーが催す国際作曲コンクールなどによって独創楽器としての活用が大いに奨励される楽器へ変貌した。 アール・ハインズが1928年に採用すると、この楽器を時に代用して使うジャズピアノ奏者が現れる。ファッツ・ウォーラーは、右手で、セレスタ、左手でピアノを同時に弾いた。著名なピアノ奏者では、メンフィス・スリム、ミードルクス・ルイス、ウィリー、ザ・ライオン・スミス、アート・テータム、デューク・エリントン、セロニアス・モンク、バディ・グレコ、オスカー・ピーターソン、マッコイ・タイナー、 サンラ、キース・ジャレット、ハービー・ハンコックの名を挙げることができる。ルイ・アームストロングが歌った、サム・デイ・ユール・ルビー・ソーリーの導入部でこの楽器の調べを聞かせ、曲中にも繰り返し採用。伴奏に織り込んだ曲というと、フランク・シナトラは1940年代、コロンビア在籍中に、複数の作品が書かれ、またキャピトル遺跡後の1950年代は、 アルバム、In the We Small Hours, Close to You, Songs for Swingin Lovers に収録がある。ブルース・スプリングスティーンは、イーストリートバンドと初期にチェレスタを、多用1970年代から1980年代の、ライブには、ダニー・フェデリチダニー・フェデリチが、ジェンコ社製のチェレステッテでステージを彩った。アイスランドのバンド、シガー・ロスは、楽器編成を変える前、 チェレスタを借りて、アルバム、タック、を制作。リードボーカルのヨンシーは、アルバム、GO のアコースティック版にチェレスタを採用した。やはりソロの作品で用いるのは、スティーブン・ウィルソンも同様である。シェリル・クロウは2017年、アルバム、B-MY-SELF で演奏。ポップスとロックの著名な曲には、以下が含まれる。映画界でチェレスタは、馴染みのある楽器である。 テーマ音楽のオーケストラフに加わった1930年代から1950年代を経て、この楽器を弾いて、本編の要所にあて、魔法のような幻想的なシーンを演出するようになった。その恒例が、ピノキオで、妖精が登場するたびに短いモチーフを聴かせた。あるいは1971年作品、夢のチョコレート工場の挿入曲、ピュアイマジネーションも挙げられる。 作曲家、ジョン・ウィリアムズは、ハリー・ポッターシリーズの第一作、第二作で、ヘドウィグのテーマに音色を巧みに配した。テレビの子供番組シリーズ、ミスター・ロジャース・ネイバーフッドもテーマソング、Want You Be My Neighbor のイントロで、夢の世界を思わせる旋律をチェレスタが奏でて印象、深い。歌い手は、司会役のフレッド・ロジャース、演奏は、ジョニー・コスタ、ジョニー・コスタ。 また番組中で、キャラクターの登場と退場のシーンもこの楽器の音色で、効果を高め、舞台となる、メイクビリーブの町内を走る乗り物キャラクターの、ネイバーフッドトロリー他に当てた。テレビドラマの、ザ・ホワイトハウスの主題歌は、エミー賞を取り、オーケストラフを作曲した、WG スナッフィー、ウォールデン WG スナッフィー、ウォールデンはチェレスタを、織り込んだという。 内部の構造外装を外した、機構部現在流通しているメーカーは、ヤマハとシートマイヤーのほかコルベルクのみで、他のメーカーはすべて生産を中止した。これまでの製造元を国名順に挙げる。出版都市順ヤマハ公式サイトが機械体前書、チェレスタシートマイヤージェンコその他。ありがとうございます。